2022年3月、導入ハイエナできるパチスロ寝台。ハイエナできるパチスロとは、リセット時の天井が浅くなったり、即 CZ に入るなどの恩恵があり、特定のゾーンや周期などを打つと、期待値がある台。3月7日導入予定の寝台。デビルメイクライ5。設定、6の機械割り 111%。天井、8周期。正直パチスロでは流行っていないデビルメイクライ。今作はバイオ筐体なので、バイオの演出好きには結構マッチするかもしれない。ハイエナとしては、天井狙いも400ゲームぐらいから狙えそうなのでまだ打てる機会はありそう。あとはリセット恩恵がそこそこ強そうなので、これは狙っていきたい。弱 AT とか搭載されてなければいいが。装填の剣符王。設定、6の機械割り 111%。天井1200ゲーム。個人的には、装填の剣2はめちゃくちゃ好きでよく、設定狙いやハイエナで勝てたのであの、スペックを再現して欲しかった。ハイエナは CZ 間でデータがリセットされたら、AT 間のハマりが隠れて美味しい、台が拾えそう。ルパン三世。設定、6の機械割り 108%。天井は調査中。今回取り上げるか迷いましたが、情報が少なすぎて、わからないことが多い。シダを見たが、ハイエナポイントは少ないかな。個人的には、リセット恩恵が何かしらあると予想してるので、そこに期待。タイバニ SP。設定、6の機械割り 111%。天井600ゲーム。前作より内容も変わり、アイキャッチでモード天井や、天国狙いが効率的にできればかなり容大。AT 機体枚数も719枚あるらしいので、天井狙いか天国ループ、このあたりが狙い目かな。まとめ。3月は4機種。3月は7日に寝台出て終わり。一応、人気タイトルは出るが、メイン機種になりそうな寝台は出ない。個人的にはリセット恩恵がある台が増えればいいかな。ルパンとデビル迷惑えそうかな。ブログにはさらに詳しく公開してますので、そちらもご覧ください。概要欄にリンク貼ってます。動画が参考になった方は、いいねやチャンネル登録、よろしくお願いします。